西部山川穂高の悔しさと優勝の達成感 WBC ではもうちょい試合に出たかったな。オープン戦西部号 0DNA25 日ベルーナドームただいま、ドスコイ。西部山川穂高内野手31位が世界一を掴んだ WBC からの帰国後初の実戦でいきなり本塁打をかっ飛ばした。本拠地ベルーナドームでの長い対空時間の一発は 侍ジャパンメンバーによる WBC 後の第一号。世界一を決めてから76時間10分後のアーチだった。6日後の3.31にペナント開幕を控えた新生松井ライオンズに何とも頼もしい手法が返ってきた。山川の右手からすぐバットがこぼれた。核診断。打球の行方からは目を切らず確かめた。あれくらいが僕は一番好きなんですよ。 もっと飛ぶとか、もっと弾丸ライナーで行くとか、ホームランの中にも色々種類はありますけど、今日のホームランは僕は好きです。午後3時53分、6回1死の第3打席。DNA ガゼルマンの146キロが甘く入った。16時間のフライトを経て帰ってきた主砲の放物線は、対空時間6秒4。左中間スタンド中断で発球が跳ねた。